これがダイエットの入り口です。クリックありがとうございます。竹下です。炭水化物の分類、このテーマやっていきたいと思います。いやめちゃくちゃつまらなそうじゃないですか。こんな真面目なテーマクリックしてくださったあなたはおそらく健康に興味を持ってくださっている方だと思います。で今回はここの炭水化物、糖質、糖類、糖分、ここの違いを明白にしていただきたいなと思います。世間ではねここら辺はなんか一括りというか同じもののような扱い方をしてますよね。でも実際ここねしっかり区別しないと、まあ言い方は悪いですけど悪い商品を騙されて買っちゃうとかそういうこともありえます。せっかく買ったのに損する可能性、騙される可能性もありますので、今回の動画を見て騙されないようにしてください。このチャンネルでは薬を飲んでほしくない薬剤師が医療や健康情報を分かりやすくお伝えするチャンネルです。絶対損させませんので、ぜひチャンネル登録お願いします。ではやっていきます。今回流れシンプルです。まずこの表一緒に見ていきます。眠くなりそうな表ですけど、簡単にね解説していきながら具体的な例も挙げながらやっていきますね。いかにダイエットの敵である悪いもの、まあ血糖値を上げちゃうもの、太りやすいものですよね、これに向かってこう絞っていく形の流れにしたいと思います。糖類、糖分、お砂糖もいろいろありますけど、全部ひっくるめて炭水化物と呼ばれます。聞いたことありますよね。炭水化物ダイエットとかねあったと思います。でもこの炭水化物は実はとってもいいものも含めたのが炭水化物なんです。だからカットしちゃいけないものもいっぱい入ってるんですね。こうやっていいものはこれって言ってね、こう一つずつこうご紹介していきながら、最後にこれが悪いやつだよって、これが太らせるんだよっていうのを、ね、絞っていきますので、ぜひ最後までお楽しみください。まずは大きな括り、炭水化物と言われるものです。おそらく三大栄養素ってね小学校でもやったと思うので、なんとなく覚えてらっしゃると思います。タンパク質、脂質、そして炭水化物でしたよね。お米とかねパンとかそういうものが炭水化物に含まれます。でこのタンパク質、お肉とか脂質、油、こういうのはとりあえず今回置いときます。今回はこの炭水化物、ここにね注目していきたいと思います。この炭水化物、人間の栄養にならないものがあります。それが食物繊維と言われているものです。この食物繊維、お詳しい方分かってらっしゃると思うんですけど、善玉菌の餌でした。腸内環境を整えてくれる食物繊維、つまり善玉菌がね食べてくれる善玉菌の餌になるのがこの食物繊維でした。この食物繊維も炭水化物のくくりに入るんです。だから炭水化物ダイエットって言ってね、食物繊維もごっそり抜いてしまったら腸内環境整わないですよね。だから炭水化物ダイエットするときには食物繊維は絶対に抜いたらダメなんです。この食物繊維、海藻とかねわかめ昆布に多いんですけども、腸内環境ね悪いと綺麗な体、綺麗なお肌にもなりませんので、まずは食物繊維は絶対に摂ること。そのために炭水化物を抜くのであれば、こうやってイヌリンとかサンファイバー、こういったものをね摂って食物繊維は絶対に切らさないようにしてください。ということで炭水化物はまず食物繊維っていうのが含まれますよ。でもう一個、人間の栄養になるもの、これを糖質と言います。聞いたことありますよね。糖質っていうのが大きな括りです。炭水化物は善玉菌の食事である食物繊維と人間の栄養である糖質に分かれますよ。ここがまず第一段階でしたね。はいはいと。じゃあ炭水化物のうちに食物繊維は大事なものだよね。じゃあ糖質はどうなの、糖質は全部悪いのって、そういうわけでもありません。次、糖質について詳しくやっていきます。糖質、これも大きく2つに分かれます。血糖を上げない糖質もあるんですよ。では血糖を上げない糖質見ていきます。まず1つ目、これがねおすすめなのがオリゴ糖ですね。オリゴ糖、甘いのに人間の栄養ではなくて細菌、腸内細菌の餌になってくれる、こういったのがオリゴ糖でした。だから腸内環境整うんですよね、オリゴ糖を飲むと。だからオリゴ糖はとてもいい糖質です。他にはキシリトールっていうのがあります。あのキシリトルガムってね聞いたことあると思うんですけど、あれ虫歯予防になる糖ですよね。糖アルコールと読むんですけども、あれは血糖を上げないけどちょっと甘みを感じるっていうのがキシリトールですよね。虫歯菌を抑えてくれる働きもってますので、虫歯予防にめちゃくちゃいい糖質です。だから糖質の中でもいろんなねいい糖質いっぱいあります。私事なんですけど、私高校生から虫歯一本もないんですよ。これですね、私ね
授業中とかね、キシリトールガム噛んでたんですよ。本当ダメなんですよ、行儀悪いですよね。でもですね、キシリトールガムを噛むようにしてたら、高校、大学生、そして社会人になってからもうまだ一本も虫歯ありません。これキシリトールガムね、もう噛める時間は全て噛んでます。今は噛んでないんですけどね。でも動画以外の通勤中とか帰宅中とかずっとガム噛んでます。おそらくこのおかげかなと思ってるんですが、虫歯気になっている方はぜひね、キシリトールガム噛んでください。で、甘みがなくなってからもね、ぜひ噛み続けてください。あれ、甘みなくなってからでもしっかりね、キシリトールの効果は持続しますので、キシリトールめちゃくちゃおすすめです。すみません、話を戻しまして、血糖を上げない糖質、すごくいいですよね。ただ一つ注意点なのが、ここにですね、合成甘味料も入ってきます。こちらですね、まあ、アスパルテームとか有名ですけど、カロリーゼロドリンクとかカロリーゼロのジュースってあるじゃないですか。ああいうのはこの合成甘味料が入ってます。この合成甘味料ももちろん血糖を上げない糖質なんですが、いろいろと問題視されています。問題ないという意見もあれば、いやいや問題だという意見もいろいろねあります。私としては問題があるんじゃないかというふうに思ってます。善玉菌を避けてしまう、善玉菌を育ちにくくしてしまうんじゃないかってことが言われてます。だから正直腸活の邪魔なんですよ。この私、合成甘味料には私今の時点では反対派なんですが、こうやってね、よく分かってない分野のところもこの糖質に入っていきます。なんとなくイメージしていただけましたか。この血糖上げない糖質、こういったものがあります。で、血糖上げる糖質やっていきますね。私たちのね、まあ、敵って言ったらあれですけど、栄養素になるけど食べ過ぎたらすぐね太っちゃうあれですよね。これ血糖上げてしまう糖質のことを糖類という呼び方をします。この糖類、このようなものがありますね。ブドウ糖とか果糖とか、あと諸糖ですね。これいわゆるお砂糖です。あの白くてね、よくね料理でも使うあの砂糖、あれはね諸糖というふうに専門では言われます。あとは乳糖とか麦芽糖とか言ってね、こうやってなんとなく聞いたことあるようなあの甘いイメージ、ああいったものはこの糖類に入ります。糖質の中でも血糖を上げやすいものを糖類という呼び方をします。澱粉とかは確かに血糖を上げるんですけども、このね糖類には入ってきません。糖類そんなに急激に上げるものではないので、このね糖類って言われるものにはこういったね単糖と二糖類って言われるんですけど、こうやってすぐ血糖を上げやすいものを糖類と呼びます。炭水化物は大きい括りでしたよね。そして食物繊維と糖質に分かれた。で、その糖質の中でも血糖を上げやすいものを糖類と呼ぶんだよっていうのは今ここまでやってきましたね。もう一個ありました。サムネでもあったんですけど、糖分って皆さん聞いたことありますよね。糖分ってどこに入ると思います？これですね、実は範囲曖昧です。甘いもの、甘さを感じたものは糖分と呼びます。だからオリゴ糖も糖分に入ります。甘ければ糖分です。だからね、こう栄養素の枠組みとしてはちょっと、ね、入れにくいのが糖分です。だから糖分カットってね、商品書かれてるかもしれないんですが、あれとってもね判断しにくいんですよ。糖質カットだったらこの糖質の中はどこかカットしてるね。糖類カットってあったら、あ、血糖が上がりにくい商品なんだなってすごくわかりますよね。だから糖分カットっていうのは正直ね、パッと見て良さそうなんですけども、何をカットしてるかわからない。もしかしたらオリゴ糖が全部カットされてるかもしれない。そんなね、分かりづらいのが糖分カットです。だからね、こうやってね枠組みを知っておくってだけでも商品選ぶときに全く見方変わってきますので、今回のこの内容、まあ、何回もね見て、まあ、もしくはこのね場面をねスクリーンショット OK ですので、私の笑顔とともにスクリーンショットをしていただきまして、買い物をするときに参考にしていただけたら嬉しいです。ということで今回は炭水化物の分類ってことでやってきました。なんとなくイメージつきました？炭水化物は要は砂糖と一緒でしょって思った方、ちょっと違いましたよね。確かにね、お砂糖は炭水化物の中の一つなんですけども、砂糖と炭水化物は一緒だっていうにはあまりにも強引だったかなと思います。炭水化物ダイエット頑張ってらっしゃる方は食物繊維をカットしないかって、ここねチェックしてみてください。腸内環境を整えるのもとってもねダイエット綺麗になるためには必要ですので、ぜひ成長剤とともに食物繊維をしっかりとってあげてください。そしたらね、より今の頑張りが成果出やすくなると思います。今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。竹澤でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。